ブギウギ第83回あらすじ。劇場にて身重な体で鈴子が挑んだ舞台ジャズカルメン。観客たちに評判の舞台となり、順調に公演を重ねています。ハードな毎日ですが、鈴子はお腹の子供と一緒に舞台に立てる喜びを感じているのでした。一方その頃、大阪で療養を続けている愛助の病状は悪くなるばかり。鈴子の公演を見るために今すぐにも東京へ行こうとし訴えますが、主治医からの許可はおりませんでした。泣く泣く断念した愛助は、鈴子を心配させないよう手紙を送るのでした。風邪をひいたから行けなくなった。千秋楽の楽屋にて大好評の舞台ジャズカルメンの千秋楽を迎えた鈴子。結局愛助に見てもらえないままこの日を迎えたため、悲しい気持ちに浸っていました。そんな鈴子のもとにブルースの女王わらたりつ子が訪ねてきたのでした。ブギウギ18週83は1月30日予告感想をまとめ、切ないカルメンの千秋楽、大輔くんと離れ離れのまま千秋楽を迎えた鈴子ちゃん。信頼を寄せる人たちに見守れるながらジャズカルメンの舞台に立ち続けた鈴子ちゃん、いよいよ千秋楽を迎えました。嬉しい反面、寂しい気持ちも抱えているのではと想像しています。というのも、第78話で羽鳥さんが舞台ジャズカルメンの企画を持ってきた時、背中を押してくれたのは他でもない愛助くんだったからです。そして大阪で療養を続ける愛助くんが鈴子ちゃんにつく優しい嘘にも涙してしまいそうです。愛助くんは鈴子ちゃんに自分のことは気にせず舞台を続けてほしいと配慮するのでしょうね。きっと舞台観劇を目標に療養を頑張ってきたはずです。風邪をひいたと手紙に書いて知らせるシーンは第83話の見どころポイントになりそうです。愛助くん側と鈴子ちゃん側の両方の視点でそれぞれの切なさをかみしめたいなと思います。そんな切ない心境でいる鈴子ちゃんの楽屋を訪ねたブルースの女王の律子さん。戦争を乗り越えた後の2人は距離感がぐっと近づいた気がしますよね。もしかしたら作曲家羽鳥さんから愛助くんの療養や妊娠についての情報が届いていたのかもしれません。このシーンで律子さんの鈴子ちゃんの心を温かくする言葉をかけてくれそうな気がしますね。どんなに切ない心境であっても舞台ではお客さんを夢の世界に連れていく鈴子ちゃん。楽屋裏と舞台上のギャップから垣間見える鈴子ちゃんのプロ意識も第83話の中で見られるといいな。以上、ブギウギ18週83話のネタバレあらすじ予告でした。